欧州経営大学院、通称、インセットは、フランスフォンテーヌブロー、シンガポール、アブダビにコーチを置く、ビジネススクール。MBA のほか、エンバ、エムスク、学術博士、マフィンなどのプログラシュを置く。2017年現在、およそ MBA 課程には、約80カ国から約1000名、博士課程には30カ国から60名強の、学生が在籍する。 ソルボンヌ大学に加盟している。インセットの MBA プログラムは極めて高い評価を受けており、ファイナンシャルタイムズのグローバル MBA ランキング2016、2017で2年連続で世界第1位、2021年も世界第1位にランキングされた。また、ビジネスウィーク及び QS グローバル200ビジネス、スクールズレポートで欧州ランキングで1位、 FT500 CEO 排出者数ランキングでは、ハーバードビジネススクールに次いで、世界、第2位となっている。インセットの歴史は、ジーン・ルイス・バルスとのインセット、フロム・イントゥ t ション・ツー・インスティチューションに詳しい。インセットの歴代学長インセットの、主な特色として、1年生 MBA プログラムである、こと、80カ国以上から学生が集まっており、言語、 国籍の多様性があること、キャンパスがフランス・シンガポール・アブザビに分かれていること、コーチングに関するユニークなマスターコースがあること等が挙げられる。また、バリューステートメントの中でも言及されている通り、政府、大学、企業から独立した機関であることも特徴の一つである。なお、インセットは企業求人データベースに関してハーバードビジネススクール、 ケロック経営大学院、スタンフォード経営大学院と提携を結んでおり、これら4校の在学生、卒業生は、お互いの求人データベースにアクセスができる。インセットという名称は、アンスティッチュ・ユーロペンディ、アドミニストレーション・でアフェアーズの頭文字に由来しており、欧州経営大学院の意であった。しかしながら、 アジアへの展開をはじめとするグローバル化志向から、欧州という特定の地名を含んだ旧称は避けられるようになり、現在ではインセットのみを正式名称として認めるに至っている。インセットの MBA プログラムは1年が5学期に分かれており、各学期2ヶ月ずつ、正味10ヶ月のプログラムである。授業は全て英語で行われる。入学時期が1月と8月にあり、終了時期は、 それぞれ12月と7月である。1、2、3学期の一部で必修科目として、経営学の一般科目である、会計学、金融、財務、経営戦略論、マーケティング論、統計学、経済学、オペレーション、組織論、IT、国際関係論の基礎科目が提供され、3、4、5学期に選択科目として、それら各分野の発展。 応用講座が開かれる。また、入学時点で英語ともう1カ国語の二言語に精通していること、さらに卒業時点までにもう1カ国語が基礎レベルに達することが要求される。インセットの選考過程は厳しく、選考委員会が出願者の言語、数学基礎能力、職務、職業履歴、国際経験、リーダーとしての素質、 過去の学業成績等を考慮して出願者の合否を判断する。出願者は、エッセイ、推薦状、ジマット特典、英語ともう一カ国語の語学能力証明書、過去に在籍した大学、大学院の成績表等を選考委員会に提出する。なお、2018年卒業予定の学生の平均、ジマット特典は709点であった。 先行委員会による一時書類審査を通過すると、世界中に散らばるインセット卒業生による個人面接が2回行われ、その結果と一時書類審査の評価を総合して委員会が合否を決定する。そのため、出願者は先行過程においてキャンパスを訪れる必要はない。インセットの特色の一つがその国際性である。学校側が公式にも我々は フランスの学校でも、シンガポールの学校でもない。グローバルスクールであると述べており、学生の出身国は80カ国以上に及ぶ。ただし、全学生が多言語話者であり、多数が国境、文化を超えたバックグラウンドを持つため、単一出身国が定義しづらく、出身国の特定自体にあまり意味がない場合も多い。教授陣は30カ国余りから140名強が、 フルタイムとして在籍している。また、学校の特徴が現れている文化、現象であるが、学内においては、民族的なマジョリティマイノリティ、国内学生、留学生といった概念がない。全員がマイノリティ及び留学生であるとも言える。2007年卒業予定の MBA プログラム学生の第一言語は、英語17%、フランス語13%、 ヒンディー語8%、スペイン語6%、中国語5%、ポルトガル語5%、ドイツ語5%、その他41%である。インセットのキャンパスは、フランスのフォンテンブロー、シンガポール、およびアブダビにある。公式には、国名を避け、ヨーロッパキャンパス、アジアキャンパスのように呼ばれる。本校、文校の区別はなく、 すべてのキャンパスを合わせて一つのグローバルスクールであり、入学審査もキャンパスとは無関係に共通で行われる。学生は入学時に最初の2学期を過ごす校舎を希望選択し、3学期から5学期まではまたそれぞれ学期ごとに希望するキャンパスに移ることができる。なお、2014年では7割の学生が1年の間に複数キャンパスに在籍をした。 また多くの教授陣も1年を通して、良好者を行き来する。キャンパス間で必修科目に差はないが、選択科目において多少の差があるため、学生は授業、教授陣も考慮に入れて3から5学期の希望キャンパスを決める。また、ペンシルベニア大学、ウォートンスクール及び、ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院と提携しており、 各交換での交換学生も在籍する。学生によっては1年の間に3つのキャンパスを移動する者も,もいる。2017年卒業生の主な進路は、マッキンゼーカンパニー130名、ベインカンパニー86名、ボストンコンサルティンググループ71名、アマゾンドットコム56名、アクセンチュア36名、ストラテジー &18 名、マイクロソフト8名、 デロイト9名、シーメンス9名、AT カーニー8名であった。ありがとうございます。